せっかくの半休でしかも明日は休み。ゆっくりしようと思ったのに、この状況は何や。でこいつ誰やねん。なー、早く家に帰りてボンネットのデザイン、くー、眺めてるだけで白飯10杯はいけるわ。気になるあの子欲張りなピッチで目が離せん。オーライオーライ脳肉何よか根のなるほうへ。ノーマリのフューチャーフューチャー。気になるあの子欲張りなピッチで目が離せん。オーライオーライ脳肉。これで間違いなくバズるやろ TikTok。 この車があれば人気チックトッカー間違いなしやな。2021年はチックトックで億万長者や。チックトック、チックトックってよし。あの兄さん、道を教えてもらってもいいか。兄さん、はい、あ、いや、お兄さん道を教えてもらってもええですか。ああ、はい、いいですよ。どちらでしょうか。え、どっち、え、どこそかんぞ、どこそかんぞ。小野市。ああ、片野市のことですね。そうや。お兄さん、大阪の人じゃないですね。もうやだな、いきなりにらめっこですか。負けませんよ。片野市でしたね。結構遠いですけど大丈夫ですか。ヘッドもねえこっちゃ。おならしちゃったんですか。あんまりそういうこと人に言うもんじゃないですよ。ちょっ、いきなり何なのよ。おならしたってやだ。明日休みだと思ってさっき餃子食べたばっかりだから、もうやだ。もうあ、ご無礼いたしました。関西の人やっぱりおもろいんやろね。町とお笑いコンビ組んで頂点目指しませんか。絶対にやだ。なんで。やだ。なんで。やだ。ワン、ツー、スリー、フォー。
最新はみんなレベルが高いんやおね。岐阜から出てきやったけどよかったけー。岐阜県のご出身なんですね。まあ僕も関西人じゃないんですけどね。客でもないのにかついの来たわ。絶対巻き込まれたらあかん。そりゃ南の方に行かれた方が。ショートコント、タクシー。ブーキキー。お客さん、どちらまで。怖っ。急に何やねんこいつ。怖っ。っていうか、僕がお客さんなんですか。ゴリゴリに運転手やってるんですけど。どちらまで。ああ、じゃあ、NASA 国際宇宙ステーションまで。そんなわけやらすか。宇宙まで行けるほどで、アニさんに道の説明してもらわなかなわんわ。だってナビにね、NASA なんて入れてみ。そしたら、ピンって、ピンが上向いて、そこからブーンって上がっていて、右ですよ、左ですよ、なんて言われるけど。あれ、でもそもそも空だから右とか左とか、よくわからないやおね。じゃあそもそもヘッタマシンで行ってみようと。意味は分からんけどちゃんと突っ込んでるっぽい。分からんけど、まあえかえかなんて言ってね。ほな兄さん、もう一回やって。お客さん、どちらまで。あー、間違えました。やっぱり安芸竹城まで。そんなわけやらすか。それは場所やんなくて、その名前やがな、せやがな。変な関西弁噛みまくってるんですけど大丈夫ですか。兄さんやにこいわ、代わりんさいよって。何ちゃっかりコントしとんねん俺。あーもう、待てよ兄さん。わっちがここで手よっしゃ、手でお客さんどちらまでやで。進めてほしい。関西で混ざってきてややこいな。はいはい、ブーン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 。なんでもう十分でしょ。お笑いのてっぺんは目指さ。危ないやろ。おい、どこ見て走ったんねん。殺す気か。おい、おら、殺す気か。おい、おら。いやー、すいませんでした、本当に。しげちゃん、クルムシか。いや、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。なんや、このバッキバキの車。あ、でも、内装、普通なんか。ラッキー、ここでしげちゃん登場とはついてる俺。なんてったって、俺の知り合いの中で一番おもろいのがこのしげちゃんやもん。この前もな、くるぶし聞いてよ。この前さ、私回転寿司を行くやん。で、回転寿司行ってお腹いっぱい食べたって言って、なんか締めにデザートなんかないかなって探してみたら、私の好きな抹茶のプリンがあったわけ。これは絶対に食べたいと思って、ここの回転寿司ってピンポーンって押したら、こう口で注文するシステムで、ピンポーン、抹茶プリンくださいってこう注文したわけよ。で、心弾ませながら待ってたわけ。なんじゃ、ずらーってずらーってプリンばっかり並んでたの。あれ、私のプリンはって、私の抹茶プリン全然流れてこへんやんって思ったわけよ。で、よう考えたら店員さん、抹茶プリンとめっちゃプリン行き間違っとったんよ。抹茶プリンとめっちゃプリンを間違えとったって。おい、おい、聞いてんのか。おい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 、くるぶし、おい、くるぶし、おい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 、くるぶし、さっきからこっち目ルンルンさせてこっち見てるあいつ誰や。いや、お笑い芸人目指して大阪に来た子やねんけど、
鉛がきつすぎてほぼ何言ってるか分からへんって怖っ。もうさっきからちょいちょい何なんですか。もうにらめっこしないですからね。違うげ、大阪の人はすぐそう言います。大阪ってこれでしょ、お前広瀬だよ。ほら兄さん、続きやろうよ。ほら、はいはい。ヘイヘイタクシー。ほな兄さんから。いや最近ねやりたいことがありましてね。なんなんな兄さん、将来については観光申請、必ず観光申請。あのタクシー運転手をやってるとね、ラジオ聞く機会が多くて、あのこう見えて私ね昔バンドやってたので、ミュージシャンの方なんかねゲストで呼んで、あのラジオ DJ なんかねやってみたいですよね。ラジオ DJ は時間が気になって心臓がうつで顔がエゾクらしくなるから見てられんぞ。だから観光申請って本当に置いたらって。そんなわけあらつか。平安貴族が現代にタイムスリップしてきた映画か。古文苦手やって高校生時代に戻った気分や。ごめん、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 なんか傷つけてしもた。いいな、心が黒にへたまりけり。よーパンパン。兄さんね、面白いこと言ってるんでしょうけど、鉛がきつすぎて、どうも僕たち、どうしても…ってなってしまうんですよ。なんでやねん。さっきからその手、見てますけど、それ何か書いてるんですか、それ。これも、ほぼ汗で何書いてるか分からんやけ。こんな意味あるのか。あんたんたええか。こっち岐阜におった時はあっちでドカン、こっちでドカン。それはそれはもうお笑いのゆいちゃんって言われてたくらいで。ゆいちゃんってもう女子やん。ほんまにあんたの話か。でもこっちに来たら何言ってるか分からん、なまりすぎや、なめとんかって。ネタの前に話すら聞いてもらえんで、あっちもほんとどえれんやらしいって。ちょっとやらしいって、もうやだ。もうあんた急に下ネタどういうことやねん。いやそんなわけアラスカ出た。そんなわけアラスカ。アラスカアラスカって一体何やねん。アラスカってこの感じか。いやだからそんなわけアラスカ。ちょっと見て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 。さ、あの人らさ、なんかなんでアラスカアラスカってアメリカの州叫んだやろ。え、ちゃうやろ。多分芸人さんちゃう。ほら、手ビシビシやってるやん。ほんまや。あ、なんでやねん的なね。アラスカ。これ岐阜名やねんて。標準語で何々であるわけがないって意味らしいで。やっぱなんでやねんってことか。ちょ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 、あの人がさ、なんかおもろそうやしさ、もち近くで、近く行かへん。え、嫌やん。いや、行こうや行こうや、近くでもっとアラスカ見に行こうや。え、無理。いや、行こう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 。変やん。そうそうそう、あ、そう、あ、そう、ステップ変えて、あ、そう、後ろ向いて、あ、そう、ねえ、そう、ね、あ、兄さんたち、アラスカ、ちょ続きやろうよ。いやー、新年だってね、やりたいことがあるんですよ。新しい年を迎えるとね、みんな何か始めたくなりますからね。で、何なんですか。ラジオに遊びに行く。ミュージシャンなんかをね、やってみたいなー。夢、ね、の癖がでもねーってな。ね、じゃあ、僕ラジオ DJ やるんで、二人遊びに来てくださいね。はい、
今日この番組にですねゲストが来てくれています。どうぞ。どうもゆいゆいです。わいゆあいわいゆあい。当てた。お決まりのゆいゆいポーズなんですが、ラジオなのが残念ですね。そんなお二人なんですが、新しいアルバムが出たということで、どんなアルバムになってるんですか？なかなか言えないことを詰め込んだそんなアルバムになってます。あ、世の中に伝えたいメッセージを込めたというねそういったアルバムになってるそうですけれども、その中でも、特に聴いてほしい曲なんてあったりしますか？そうですね、まあ、4曲目のあのこの料理頼んでませんけどです。え？だから4曲目のあのこの料理頼んでませんけどです。なんでやねん。おいおい、テンポ悪いな。そういう意味のね、ね、伝えられないメッセージだったんですね。はい、そういうことなんですけれども、他にどんな感じの、ね、曲があったりしますかね？まあ、こう歌詞と曲がスーッと降りてきたっていう曲が7曲目の襟元に M のシールついてますけどです。そんなわけあるか。だからテンポよ。くるぶし君続けて。ゆいゆいのお二人にメッセージが届いております。ないゆいあいないゆいあい。そうですね、ゆいゆいさんにね。そうですね、奈良県からラジオネーム鹿乗りライダーさんから。鹿に乗ってよ。いや、そういうわけじゃないですよね。そんな時間に。メッセージなんですけれどもね。はい、メッセージね。はい、こうやって右の角をこうやってひねったらスピードがこうキュイーンっていくんですか。キュイーンキュイーンそんなわけアラスカ。ゆいゆいさんの好きな食べ物は何ですかということなんですけれども、チンギスハン。チンギスハン。だからそんなわけアラスカ。最後にリスナーの皆さんに何か一言メッセージを。あんまりほっぺを膨らましちゃダメだぞ。お、それはなぜでしょうか？それはリスナー紛らわしいのはもうええか。栄光の陰にさせてもらうわ。どうもありがとうございました。なに？誰？サンタ。こんといて。もうこんといて。お兄さん、いいですか。言い方ちゃいますよ。こうやって人を楽しませようってする気持ちが関西には多く転がってるだけです。お兄さん、なまってようがなんだろうが、ええかええか。あー、めっちゃおもろかったわ。ノーノー、あの人さ、めっちゃカッコつけてるけどさ、使い方ちゃうねんけど。え、マジで？どういう意味なの？エカエカは標準語で何々よろしいですかやから、もう一回買い立ててもらって。あの人、ええねんで言うてカッコつけてるけど、ええんですか言うてもってるよ。あの人アホやな。まあでも楽しそうやし、エカやな。いやだからそれやったら楽しそうでええんですかなるから。あらすか、あらすか、あらすか。エカエカ。
ヘイタクシー。あー、知らんけど。